エアーの覚え方。さあ、エアーちゃんは SVL レベル5ですから、もはや高校生レベルですか？もうこんなもん知らなかったら落とし、あもうガミガミだよ。ドア頭からかんじゃったよ、もう。ねえ。こんなん知らなかったら落ちますよ、言うてね。もう、ちょっとこれ、もう結構、もうかなり前に作ったんですけど、もう、いくらなんでも安すぎねえか、とか思ってね。ちょっと動画作る気にならなくてね。もう、今日やる気出ない。でも、神々だよ、もう。今日やる気出ないから、ストックの中から使おう、つってね。まあ、意外と盲点かもしれないな、言うて。SVL レベル5とはいえね、英検準1級のパスタンとかね、もちろん英検1級のパスタンにも載ってないですからね、で、高校生向けの単語帳だとターゲットには載ってんのかな、で、パスタンの標準編には載ってないのかな、で、上級パスタンの、あ、パスタンじゃねえよ、即単だよ、即単だよ、もう。もうなんかやる気出ないんだ。もう、再生されないからいかんせんやる気が出なくてね。ターゲットちゃんには載ってるけど。で、即単の上級編には載ってたり載ってなかったりみたいな。班によって違うかもね、言うてね。まあ、SVL レベル5ですからそうでしょうね。もう、ですから、どこぞのアホはね、パスタンしかやりませんとかいうようなアホはね、ちょっと意外に忘れちゃってたりとかね、するかもね、言うてね。まあ、みんな知ってるか。知らない人いんのっていう感じだけどもね。もう本当にもうね。もう知らなかったらもうほんとクソして寝た方がいいですよ。もうそういうこと言うからダメなのかね。もう一ノ瀬先生とかね、他の英語系 YouTuber のやからは言わないもんな、そういうことな。なんでちょ、エアーちゃん。ヘアーじゃないよ、言うてな。エアーだよ、つってな。これはね、遺跡のね、ヘリテージと親戚ですよって言われて、ああ、そうですね。で、終わりしまいだよね、これね、はっきり言ってね。もうそれでいいじゃないってね。それでいいじゃないっていう話ですけれども、人によってはね、これならわかるけど、ね、こことここ入れ替えてね、こうやられた瞬間にわかんないっていう人もいますからね。邪魔ね。出そうな単語作るかっつって、もうはるかに出そうだからね、これは明らかにね。もう選択肢に出ても全くもうね、おかしくないっていうかね。エアーで、相続人とかね、跡取りとか継承者とかね、後継者とかね、いや、簡単ですよとか言ってるとな、もうこういう派生語出されてね、もう頭真っ白になるっていう可能性もありますからね。こうやってつくと、SVL で言うとレベル9、だから9005レベルで女子相続人ですか、で、エアルームにしちゃうと、13005レベルで、これはなんと先祖伝来の、家財、法定相続財産つって、ルーム言うてな、あ、これ作ればよかったか今日。ね、これ作ればよかったよ、もうやめちゃった。でもまあね、あれですから、今日のはね、覚え方じゃないんですよね。ちょっとしたね、豆知識。こういう面白話知ってるっていうね。ちょっとした豆知識はこう。Whether Queen Victoria's heirs can really make them royal heirs remains to be seen. ビクトリア女王の頭髪が本当に彼らを王位継承者にしてくれるかどうかはまだわからない。ねえ、知ってるこれ、つって。この、ちょっとした小話を知っていますかと。知らないでしょ、言うてな。なかなか面白いんじゃないのつって。なんか、ビクトリア女王のね、髪の毛がね、日記に挟まってたんですって。その日記オークションに出すよ、言うて。その日記買ってね、ちょっと遺伝子検査なんかすれば、もしかしたら、ビクオリアになってるじゃん、ちょっとうぜ。もう今気づいたよ、もうやんなるわ。ねえ。
もうビクトリア女王ちゃんなんて、言ってみりゃ、なんだ、1819年の5月24日に生まれて、1901年の1月22日に死んじゃったっつって、さすがに100年以上の前さ、いや、もう神々だよ。神々だよ。もうやだ。全然伸びないし。もう、だからさすがに100年以上も前の人だと、ちょっと低層観念がバグってるから、もしかしてね、浮気やなんやらでね、いっぱい子供を作って隠し子とかいるんじゃないか言うて、ね。だから、それっぽいね、王位継承者の人ってたくさんいるんですって。だからもしかしたら私、ビクトリア女王と、血繋がってるかもしれないみたいな人がね、なんかオークションでいろいろ競ってね、値段が上がったらしいんですって。Whether Queen Victoria's hairs can really make them royal heirs remains to be seen. Whether Queen Victoria's hairs can really make them royal heirs remains to be seen. Whether Queen Victoria's hairs can really make them royal heirs remains to be seen. 面白いね、言うてね。日本もやればいいのにね、日本もね。もう5分ほじくり返してやればいいじゃない。ね、やんないんだよな、あいつらな。やんないんだな。もうなんでやんないのかね。もう一番腹立つのがさ、日本のなんか考古学者がさ、なんかエジプト行ってなんかもうほじくり回してるやついるじゃん。もうあれ何なんだよとか思ってさ。お前日本人なんだから、お前。日本のやつほじくり返せよ、言うてな。もう、でもまあ一番嫌なのは俺の動画の再生数な。本当一番嫌だから、もう本当にな。全然伸びないもん、こんなやったところで、本当に。全然伸びないのに、あとなんとか尺を2分垂らすためにね、エアルームのレブも持ってきますか、言うてね、探してくるんですよ、こっち、シコシコさ。まあ、さすがにこのレベルになると、ちょっとこうね、怪しいよね、英検1級受かる人でもね。だってパスタに出てないしね。で、SVL もね、出てないですから、1万3005レベルですからね。SVL はレベル12で1万2005レベルまでですから、もうむしろこっちの方がなんか出そうですね。で、こんなのが出た日にはね、もうなんかしたっつって、もう大の大人がよ、大の大人がなんかした言うてな、もうなんなんだあれ。さ、3万6,005ですっつってね、3万6,005レベルですなんつうのがぶち込まれて、これは厳密に言うとドイツ語ですねとかね、フランス語ですねとか言うんだったらわかるけどね、たかだか1万3,005でね、もう大の大人が軟化しただもんな。てか軟化したなら俺の動画見ろやつ話になってくるよな。もう本当になっちゃう。そういえばね、あれだ。また今日も嫌なことあったよ。私ね、こうやってもうギターが好きなもんでね、もう全然英語と関係ないよ、これは。今日あった嫌なことです。もうギターが好きでね、こういうね、ギターのね、リペア屋さんがやってる YouTube はよく見るんですけど、こう言うてね、毎回コンスタントに1万回は再生される、このチャンネルの収益いくらだと思いますか、皆さん。もう登録者が3万人いて、1日1回動画上げれば、まあ1万再生だ言うて。で、これの羨ましいのがさ、こういろんなこうギター系 YouTuber の人とこうコラボしちゃったりとかさ、飲み会してたりとかさ、わ、楽しそうだな言うて。けどまあこの感じじゃ、そうね、月6、70万稼いでんのかなとか思ったらさ、16万だって。じゃあ無理やん俺っつって。なんかね、ライブで言ってたんですよ。これか。助けてください。YouTube の収益が減ってます。なんつって。なんか普段は25万から30万で、今それが16万になってます。言うて、そんなに動画の再生数変わってないのにとかね。もう聞いた瞬間に、ああ、もう俺ダメじゃん。言うて。だから結局、コンスタントに俺の再生数の100倍っていうわけでしょ。要するに。まあ確かに俺の月の収益が2000円。行って2000円だから、やっぱりね、それが100倍になるとも20万でね。俺の動画100倍になる再生数。
もうね、限界です。